株式会社ダイムは中華料理を中心とする飲食業を営む日本の企業。創業地の三重県を地盤とし、日本国内は東北から中国、四国、沖縄まで、日本国外は台湾、上海、シンガポールで店舗を展開する。創業者の大西隆都氏は1967年に三重県立寺山田商業高等学校を卒業後、 雪印物産に入社したが、知人の経営するラーメン店でアルバイトをするようになり、1972年に三重県松阪市で7つぼ半の小さなラーメン店を開業した。それから約5年後に2号店を同県渡来郡玉城町に出店、これにアジという店名をつけた。アジには独立を希望する従業員が多く集い、大西は彼らの独立を支援し、 ボランタリーチェーン方式で店舗数を増やしていった。業績の順調な拡大が続く中、1989年に新アジ兵の社名で起業化、10年後に年賞50億円を目標に掲げた。新アジ兵は経営コンサルタントの的確な助言を得て、業績を伸ばし続け、1996年には新店舗ブランド一番手を設立、1998年に 目標の年賞50億円を達成した。目標達成を機に、新アジア平は社名を大務に改め、次なる目標として年賞100億円を掲げた。その3から4年後には80億円に達し、中国人調理師の通訳として雇用していた台湾人の協力を得て、台湾から日本国外への展開を開始した。トラック当初は伊勢市にのみ配送センターを置いていた。 鮮度を保つため、食材は毎日配送しており、2013年現在、冷凍した食材は使っていない。店舗の例50音順に記述する。特に説明のないものは、ラーメン店である。当初は、ラーメン店のみを展開していたが、配送センター周辺で他店舗出店するため、様々なブランドの飲食店を展開することになった。他社ブランドのフランチャイズ店舗その他子供向けの、 ちびっこクラブと大人向けの美食クラブがある。ちびっこクラブ小学校6年生以下の子供を対象とした会員制度で創業当時から続いている。休日にも出勤しなければならない従業員を思いやり、従業員とその子供を集めたイベントを開催していたことから派生して、それを客にも拡大したのが元となっている。2013年現在の会員数は約7万人。 今掘大会への参加、誕生月にラーメンセットが無料で食べられるなどの特典がある。6年生のクラブ卒業時には、卒業プレゼントとして大きなラーメンを無料で提供する。入会金200円のみで、年会費はかからない。味平、一番低、公共食堂、綿国、一力の各店舗で実施。美食クラブ中学生以上を対象としたポイントカード。 2013年現在の会員数は約4万人。ポイントに応じて割引クーポン券が発行される。抽選で上海グルメツアーが当たるという特典もある。こちらも入会金200円で年会費無料。4馬地、かつ勢い、サイゴンカフェ、焼肉、桃福、ひなや、大島屋、グリル桃福、神戸等到底の各店舗で実施。 儲けて遊べをシャツとしている。儲けるということは客を喜ばせることにつながり、遊ぶことができるという考え方である。従業員の高収入の実現と生活を楽しむ時間の余裕の確保を図り、幸福とライフスタイル向上を目指している。毎年正月に全従業員に1年の目標を立てさせ、それを冊子にまとめて配布することで立てた目標を忘れないようにさせている。 また店内ミーティングなどで目標の進捗状況を報告させ、従業員一人一人の目標達成を支援している。ありがとうございます。